ブラッドリー・アーロン・ミルズは、アメリカ合衆国、アリゾナ州メサ出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在は、MLB シアトル・マリナーズ参加に所属している。アリゾナ大学を経て2007年の MLB ドラフトで、トロントブルージェイズから4巡目指名され、プロ入り。同年は、参加の A-9 オーバーアンダブルデイズで6試合に、登板し、 防御率2.00の成績を残している。2008年は A 級ランシングラグナッツからスタートし、最終的に AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツまで昇格。マイナー3階級で27試合、合計147イニングを投げ、13勝5敗、防御率1.95、159奪三振という、高成績をマーク。 この活躍が評価され、ブルージェイズのマイナー最優秀投手に選ばれた。2009年、ダスティン・マゴワン、ショーン・マーカムの故障離脱を受けて、球団は A 級までの経験しかないミルズを先発候補の一人に挙げ、スプリングトレーニングで先発4、5番手の座をリッキー・ロメロ、スコット・リッチモンドと争わせたが、ミルズはオープン戦で終始請求に苦しみ、3月31日に、 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズへ降格した。トリプル A 級ラスベガスでも13試合に先発して1勝8敗、防御率4.48と不審であったが、エースのロイ・ハラデーが故障者リストに入ると、その代役としてメジャーに昇格し、6月18日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でメジャー初登板を果たした。しかし、請求難に苦しみ、2試合に先発して、 防御率14.09という散々な結果に終わり、再びマイナーへ降格した。マイナー降格後の初戦を8回無失点と、高騰したが、その後六骨の打撲傷で戦線を離脱し、そのままシーズンを終えた。2010年は、トリプル A 級ラスベガスでの投球が続いていたが、7月28日のボルチモアオリオールズ戦で、初昇格。 7回を2アンダム失点に抑える高頭でメジャー初勝利を挙げた。2011年もメジャーでは結果が残せなかった。2011年12月3日にジェフ・マシストのトレードでロサンゼルス・エンゼルスに移籍した。2013年3月24日にウェーバー工事を経てテキサス・レンジャーズに移籍したがメジャー昇格できず7月18日に自由契約となった。 2013年7月21日にオリックスバファローズが獲得を発表した。10月12日のタイ北楽天ゴールデンイーグルス戦で一軍初登板、初先発するが3回途中6安打3失点で敗戦投手となった。登板はこの1試合にとどまり、同年10月25日に自由契約公示された。2014年1月9日に ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級ナッシュビルサウンズで開幕を迎え、14試合に登板。4勝2敗、防御率1.56と高騰した。2014年6月17日に、金銭トレードでオークランドアスレチックスに移籍。金額は1ドルであった。6月20日にアスレチックスとメジャー契約を結び、先発として3試合に登板。 一勝一敗防御率4 4日という成績だったが、7月7日にリーフとなった。2014年7月17日にウェーバーでフルスのブルージェイズへ移籍した。移籍後は7月21日のボストンレッドソックス戦にリリーフとして登板したが、2回を7アンダー8失点と打ち込まれ、7月22日にリーフとなった。7月24日に、 トリプル A 級バッファローバイソンズへ降格した。オフに FA となった。2014年オフにアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕をトリプル A 級ナッシュビルで迎えた後、8月14日にメジャー契約を結んだ。同日のオリオールズ戦で先発し、5回3失点で勝敗はつかなかった。翌15日に DF となった。 2015年12月17日、シアトルマリナーズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ややスリークォーター君の非常に変則的な投球フォームを持つ技巧派サワン。球種は平均87マイル程度の速球とカーブ、チェンジアップ。決め球にしているのはチェンジアップである。2009年は 請求難に陥り、特に直球、カーブの請求に苦しんでいる。今後は、請求力の向上が課題とされる。ありがとうございます。